毎日ポジティブ、はい、ポジティブ98戦スーパーポジティブティーチャー福井でございます。さあ今日の話なんですけども、今日ですね、とりあえずもうやっちゃおうよという話をですねしたいと思います。だいたいね、僕がいろいろ考えるポジティブの中で、常に危機的状況を考えながら、その中でね、全力でやりきるという言葉があるんですけども、何でもすぐ動くのは僕の中では違うんですよ。ただその考えすぎて動きが遅くなるということも僕の中では違うんですね。やっぱり考えすぎると動けなくなるんですよ。ああこれもある、このパターンもこの方で、それは僕の考えるものじゃない。考えてちょっとしたある程度の選択肢を出してから動く、このね、考えて動くというこの時間をですね、すぐ動くじゃないんです。何にも考えないで動く、もうこれ下手したら死にますからね。これはダメですからね、ちゃんと考えて何個か選択肢を作ってよしやるぞ、これぐらいのね、スパンで動くというのがですね、すごく僕は大切だと思ってます。考えすぎてね、いろんなパターンをやって、このパターンの中でまたいろいろ細分化させて、またこの中で細分化で動けないっつうの。それじゃあ動けないだろうと。まずは大体自分の中でね、やると決めてから選択肢何個出したらよしな、中でよしこれが一番いいだろうと思ったら動く、このですね、動くか動かないか、こんなことをね僕は言ってますけども、僕もなかなかですね動けない男なんですよ。動けない男だからこそですね、自分が動いて毎日やるっていうのを誰かにこう写真を送ったりやってますっていうのをね、監視してもらえないとできないんですね。できない自分を分かってるからこそ、そういうふうにやって誰かに報告することによって自分ができるようになっていく。やっぱりこうカッコつけマンなんで、やっぱりこうカッコ悪いところって見せたくないわけですよ。毎日ですね、インスタとかですね、フェイスブックでですね、自分のゴミ拾ったのもこう送るのもそうなんですよ。あれ今日送ってないじゃんって思われたくないわけですよ。よしと拾うぞと思ってこう送るとですね、ああ自分今日思い出きたなと、すごく自分のことを褒めれるんですね。で、よくですね、こう、ウーバーというのも僕やってるんですね。ウーバー配達員をね。で、ウーバーをね、やるとき、すごく自分の心にね、大体負けそうになるんですよ。あ、もう今日やんなくていいかなと。あ、辛いなと。でもね、動いちゃえば、1回、2回やっちゃえばね、そのままいい感じでですね、こう、ずっとできるんですよ。なので、まあ、ここのね、時間を長くですね、取ってしまうとですね、非常に、結果ですね、時間を無駄に使ってしまったりとか、もうすぐ動いて、すぐやればですね、もうそのままずっともう、やれるわけですよ、ウーバー配達もね。そういうふうに、結局この考えすぎちゃう、すぎるのはダメだと。考えないのもダメ。だけど考えすぎるのはダメ。その中間がすごく大切。考えて選択肢出して、よしこれ行くぞ、よし動くぞ、ぐらいな感じですね、パンパンパンとですね、動いていけば、きっとですね、自分がこういうふうにしたいとか、どういうふうになりたいとか、こういう夢があるぞとか、そういうものにね、向けて、スピーディーにね、動くことができると思うんで、はい、考えないのはダメ。だけど、考えすぎてもダメ。その中間、考えて選択肢出して、よしこれで行くぞ、ゴー！これが僕の考えるポジティブな行動パターンでございます。ということで、以上、毎日、ポジティブ！ご視聴ありがとうございました。